どうぞ。あ、すいません。はい。これ前から聞こう思ってたんですけど、兼業のコップちゃうんですか。そうだよ。ほら、それ入ってんだろ。ちょっとこれ多いやな。で、より清潔。なんで？あ、うまい。それで安尾君は12月24日どうしても外したくないと。あ、はい。で、延期もしたくないと。そうですね。うん、ねえねえ、こういうのどうかな。安い会場を借りて、はい、会費制でいわゆる平服で集まってもらう。ああ、平凡だよね。ちょっとなんか印象的じゃないもんね。うん、こういう時な、山内が生きてたらなんていうか、剣道かなんかで決めましょうかみたいなこと言ったりするかもしれないね。ああ、そうですね。あれ、お前乗ってないかね。なそれ盛り上がんない、これじゃね。盛り上がんない、盛り上がんない。はい、大臣内閣、タミヤ。なんだよ、お前かよ。いいえ、もしもし。はいはいはい。うんうん、分かるよ。ダメだよ、あんな手が離せないよ。買い物なんか大体付き合ってられないよ。あのね、今のんちゃんの結婚式のことで安尾君と相談中なのよ。うん、だから、じゃあね、そういうことだから。大丈夫ですか、奥さんでしょ。あ、そうだよ、全然平気。そうそうそう、うん、だけどね、そのこれだけは言っときたいんだけど、はい、結婚っつうのは最初は肝心、最初にガランってやっとかないと後々が大変なの。うん、それタミヤさんの経験上。え、いや、俺はね、最初あの幸せもんで最初にガサッてやっといたおかげで全然平気なの。大丈夫。そうですか。大丈夫よ。だけどね、まあ俺らの頃と違って若い夫婦の人はよ、まあ女の立場もいろんな余計なこと言ってるけどもよ、結婚したらこれどっちかが舵取りしなくちゃいけないんだからね。ここ肝心なんでよく聞いといて、はい、ね。だからこそ、はい、最初にガブッとやっとかなきゃダメなのね。もしもし、第二内閣。はい、はい、わかります。はいはい、さっきちょっと言い過ぎちゃったかなと思って。はいはいはい、わかります、わかります。はい、新宿の南口6時。はいはい、おりないで行きます。はいはいはい、わかりました。はい、失礼します。はいはいはい、長々お世話になります。失礼します。ああ、どうもありがとうございました。ああ、ありがとうございます。これだけ聞いてって、最初は肝心なの。だから最初にガスッとやんないとね。はい。